はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースやっていきたいと思います。さて今回なんですけども、はい、アンリミテッドのビショップデッキでございます。今アンリミテッドのビショップというと大体がエイラなんですけども、とある方がね、あのエイラに必ず勝てる黄金都市ビショップというのを紹介されてまして、あー確かに黄金都市ビショップってエイラと相性抜群だなと思った私は、僕なりにもちょっと作ってみようってことで作ってみた結果こんな感じです。フォロワーは 1,2,3,4 枚ですね。はい、メルコメットで、サタンを確定で持ってこれるようにで、まあ第2プランっていうか、まあ昔はやってたんですけど今なくてカードが1枚しかないので1枚しか入ってないですが、あの封じられし四天使、神装ですね、なんか今噛んだね、封じられし四天使、この子を、解放して特殊勝利を狙うこともできるというデッキになっております。なのでまあエイラとあったらほぼ 100% 勝てるかなとは思っておりますが、さて他のデッキではどうだろうかなってことでランクマッチの方潜っていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さてそれではやっていきましょう。ホワイトさんはヴァンパイアさん、うん、ヴァンパイアさんはアグレッシブ、うーん、まあ先行取れたのは良いか、アグレッシブ系だと考えるであれば黄金として、うーん、手水も返しましょう。悪くない。封じられた儀式はまあそうだな、ライカンベルセルクとかの場合も消すこともできるか、まあいいんじゃないでしょうか。オッケー、1ターン目、2ターン目は黄金都市を呼び寄せましょう。2ターン目、3ターン目、4ターン目と、まあ、完璧に動きが見えてる。あ、完璧すぎる。除去性能高え。ゴブリン、これはやっぱりアグレッシブ型なのかな。まあ、ここは黄金都市。さてワイツさんの2ターン目見ていきますが、バフォメット、んバフォメットさんですか、わからない。うわ、サタンが来た。サタンが来たのはまあよしとしよう。とりあえずお前ら2人は消えてなくなれ。さあお相手さんの3ターン目、アグレッシブ型ならもうここら辺で心が折れるぞ。血の取引、ん、アグレッシブ型じゃない、そんな気がしますねこれは。愚神雷さんでニコスト以下のアミュレット、おー、あー、それ使えないそれは使えないですわ。さてお相手さんの4ターン目、フォロワー1体だけだったら消えるが、エイリのひととき、エイリのひとさき2枚目、これはアグレッシブ型なのかどうなんだろうか。島裁判所、まあここは古の聖域でバロンを持ってきましょう。進化切っても良かったかもしれないな。おお、決闘の王、なるほど、ワイさん決闘の王をキーカードとしたデッキだったのか。その申し訳ないな。ここで殴ると復讐状態に入るんでちょっとやめておきましょうか。ちょっと復讐状態は怖い。お、2枚目の決闘の進化を機会、1コストでバット出すのっつったら、なんだっけ、なんか1個だけスペルあったけど、なるほど動かない。でバロンが2体目、これさっき殴ってれば勝ってた2単身もで、しかも愚神雷さんまで出しちゃう。さあどうだ、殴らない怖い、やっぱ復讐は怖い。あれ、僕ターンエンド押したよね。はい、オートマッチオートマッチになってしまいました。はい、いや、まあ決闘の王が入ってるってことは、決闘の王があのキーカードになってるデッキだったんでしょう。まあ慣れたというかこっちの除去性能が高すぎたというか。これはあれか、帰ってくるの、お、帰ってきたわ、再開中、帰ってきました。携帯のバグが何かだったのかな。まあアンドロイドの携帯よくバグるからね。
僕の携帯よくバグるから、はい、2戦目撮影できてなかったっていうのがよくあるからね。それは嫌だ。あ、まあキーカード2枚潰されたらそりゃね心折れるよね。ということで勝ちです。じゃあまあ2戦目いきましょう。遅れを取る私ではない。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。